はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね、乳実験キットシリーズ、ソーラー電池の研究です。はい、こちらですね、以前やりましたね、こちらレモン電池の研究、はい、夏休みの自由研究用にやったものですけれども、もう一パック実は買っておりましたね、ソーラー電池の研究、これをですね今日やっていきたいと思います。今日がですね8月30日、夏休みは あと1日、8月31日で終わりのところも多いかと思いますね。もう終わっちゃってるよね、人たちもいるかもしれないですけど、あ、そういえば自由研究やってなかったっていう人に、参考にしていただければと思いますね。はい、ソーラー電池の研究です。で、早速開けてですねやっていきたいと思いますね。はい、はい、ではですね早速開けていきたいと思いますね。はい、中はどうなってますでしょうか。あ、レモン電池と一緒だね、大してパーツは入ってませんね。あ、3袋だけ、あ、そうだね、それとあとはガイドブック、これが1冊入ってるだけですね。はい、今回入っておりましたセットはですねこちらですね。まずソーラー電池、太陽電池だね、ここちゃんと太陽電池のパネルになってますね、すごいね、この初めてね、初めてだね、ニューだから、でこれがコンデンサーですね、はい、そしてこれがメロディー IC、 あとガイドブックです、でこのメロディー IC はレモン電池の研究と同じものだね。そうだね、同じやつだね、全く同じやつかな。鳴る音がねもしかしたら違うかもしれないけど、まずはじゃあ電池でどういう音が鳴るか確認してみましょうか。はい、はいはい、じゃあパパがマイナスの方に黒い線をつけますね。でエイジン君プラスの方に赤い線つけてください。なるほど、メリさんの羊だね、これが流れましたね、はい、最終的にこの音声がこの太陽電池を使って流れれば成功というわけですね、はい、じゃあ早速やっていきましょうか。まずはこのソーラー電池の赤い線と黒い線があります。これをですねメロディー IC の赤い線と黒い線にくっつけるんだって。ぐるぐる巻きにすればいいからさ、くっつくように黒い方もこれつなげてもらえますか、ネジですね。はい、それでですね2つの動線つながりましたね。本来はここに光を当てるともう音が鳴るはずなんだ、で実際これ今ね蛍光灯ついてるけど鳴らないよね。だからちょっと待って、例えば iPhone のこの電気あるでしょ、これで鳴るかやってみようか。鳴ってる、あ、ちょっとゆっくりだけど鳴ってるね、でもこっちはレモン電池の電柱よりちゃんとしっかりなってる。そうだね、ちゃんと電気が発生してるってことだ。なるほど、でもこれってさちゃんと鳴ったって言えないよね、そこで役に立つのがこちらのコンデンサーですね、これねよくねあの基板とかね見ると思うんですよね、機器でね、まあエイシン君初めて見たかもしれないけど、コンピューターとかによく入ってるやつなんだけど、このコンデンサーっていうのは何かというとですね、一時的にこの部分に電気を貯めておくことができるんだって、だから弱い光がこのパネルに入ってでこの導線を伝ってそのままこっちに行くんじゃなくて一旦ここのコンデンサーに溜まるんだよ、それで十分電力が溜まったらこっちに通すと、だからちゃんとした音が鳴る、っていうことらしいんだね。じゃあこのコンデンサーを先ほどのこの余った導線、ここあるでしょ、余ってる導線、ここにくっつけましょうか。はい、はい、この長い足と短い足あるんだね、見えないかもしれないけどこれ短い足と長い足で短い足の方に黒い導線、これをですね巻きつけましょう。じゃあお願いします。はい、はい、そしたら続いてこの長い足、これに赤い導線の方をつなげてください。ください赤ちゃんじゃないよください。はい、ということでコンデンサーつけました。しっかり当ててみるよ、すごい、電池よりもちゃんと鳴ってんじゃん。すごい、電池よりもちゃんと鳴っちゃってる、あ、面白いね、面白い。ちなみにですねこれ離すとどうなるの、電気、あ、やっぱりだ、ちょっと近づけてみようか、あ、すごい、あ、音が割れるぐらい大きくなるね。じゃあ一番大きくしてみる。面白い。実験でやることはこの太陽電池の角度、これを変えてみてどんだけ音が変わるかとか、あとは距離だね、この光との距離
これでどれだけ音が変わるかとか、そういうことをですね試してやっていくといいと思いますね。あとこの太陽電池ね、これね4枚あるんだ、一応こう4枚なので、これをね2つ隠したらどうなるかとか、1つ隠したらどうなるかとか、そういう実験をやるのもいいかもしれないですね。はい、ということで今回はニュー実験キットシリーズソーラー電池の研究でした。